青人くんの週刊アート情報。青、地球は青い。青人くんの週刊アート情報。アートを愛する皆様、東京では暑い日が続きますが、お元気ですか？熱中症、脱水症にはどうぞお気をつけください。今週は東京目白にある衛生文庫で開催中の令和6年度夏季展カモン供養門、見つけて楽しむ細川家の家紋をお届けします。目白通り沿いから神田川へ向かって5分ほど歩くと、都心のコンクリートジャングルから急に辺り一帯が緑に覆われた衛生文庫のエントランスに到着します。同美術館は幕末まで旧肥後熊本藩細川家の敷地の一角に、以前は旧細川公爵家の元事務所だった建物を改装し、1972年に開館。細川家が代々所蔵する国宝8件、重要文化財35件を含むおよそ6000点の美術工芸品と8万8000点の歴史資料を所蔵。元総理大臣細川守博氏が理事をし、ご子息の陶芸家森光氏が現在理事長を務めています。今回の展覧会は細川家の家紋供養門をテーマに、その家紋が入った収蔵品の数々を展示しています。館内の2階から4階の展示室には、供養門が入った兜、陣羽織、あぶみ、食器、日用品、香炉、掛け軸など細川家伝来のお宝が展示されていました。供養門は中央の丸に8つの小さな丸が囲んだデザインです。丸は太陽、月、火、水、木、金、土の月と五惑星、日月食を表す羅五星、水星を表す時計星を意味しています。ちなみにこのデザインは平安時代より交通安全などの加護を願って乗り物や衣服につけられていたそうです。後に家紋として定着し、江戸時代には仙台伊達藩をはじめ大名幕臣100以上の家が供養門を用いていたとも言われています。家紋とはその家が独占する唯一の印ではないのですね。それで細川家の家紋は7代宗隆の時、他の家とも見間違われて切りつけられる事件が勃発。それを機に本来のデザインより中央の丸と周囲の小さな丸の間隔を少し広げて変えたそうです。衛生文庫の隣には池泉回遊式庭園の美しい肥後細川庭園が公開されています。正門のところに日本家屋の元細川家の学問所だった長生閣が休憩所になっています。またこの辺りは南北朝時代から記録が残っている有名な椿の自生地だったそうです。隣接してあるホテル椿山荘の名前の由来にもなっています。そばには神田上水が流れていて、この付近で俳人松尾芭蕉が治水工事に関わっていたとされ、関口芭蕉庵があります。神田上水にはきれいな水が流れていて、大きな鯉も泳いでいました。さあ、今週の展覧会レビューはいかがでしたでしょうか。青人くんの週刊アート情報は関東1都6県で開催される絵画、彫刻、イラスト、工芸など8月5日月曜から8月11日日曜までに始まる展覧会情報5件をご紹介。毎週日曜に更新するアートチャンネルです。
このチャンネルではアート情報ウェブメディア東京ライブ&エキビッツに掲載されたものからピックアップ。これからご紹介する展覧会で面白そう、興味ある、行きたいと思われた方は、下の概要欄に東京ライブ&エキビッツの掲載ページの URL を記載しておきますので、詳しい情報や作品画像などぜひご覧ください。アートは本物を直接見るのが一番です。アートは希望です。感動はエネルギーの源です。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。では今週のアート情報スタート。ブル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 。さあ今週始まる展覧会のご紹介です。8月6日火曜から佐賀常吉パステル画展命の色アートビーンズ、日々の営みの中で命が輝く瞬間を描く佐賀常吉のパステル画約70作品を展示。会期中には1日1作品のパステル画を完成し発表します。8月7日水曜から田波圭一記憶の冒険国立新美術館企画展示室 1E 港区六本木、88歳となった今も旺盛な創作活動を続ける田波圭一の60年以上に及ぶ活動を記憶というテーマのもとに改めて紐解こうとする展覧会です。8月9日金曜から建築家堀口捨て身の探求モダニズム離宮庭園和歌国立近現代建築資料館文京区湯島、日本初の本格的な近代建築運動分離派建築会を始めた建築家堀口捨て身の作品を紹介します。8月10日土曜からコレクション展ゴヤ版画展気まぐれ戦争の参加神奈川県立近代美術館鎌倉別館神奈川県鎌倉市、スペインの宮廷画家として地位を獲得しながらも病により聴覚を失い、晩年にはフランスに亡命したゴヤの4大版画集から気まぐれと戦争の参加それぞれ全80点を全後期に分けてご紹介します。8月10日土曜からマグマエキビジョントリックハーツパルコミュージアム東京渋谷区宇田川町、杉山淳と宮沢圭一によるアーティストユニットマグマによる展覧会、9組の作家やブランドとのコラボレーションも発表します。さあ今週の週刊アート情報はいかがでしたでしょうか。下の備考欄に今週の展覧会情報の URL を記載しておきます。また今回ご紹介した展覧会以外に他にもたくさんの展覧会が始まります。大人気の展覧会の無料ご招待券プレゼントも実施中です。アートは希望です。スーパーウルトラピースパワーです。地球は青い。では皆様、この美しい青い地球が赤い地で染まらないよう、愛と安心が地球を包み込むことを心よりお祈りいたします。ご視聴どうもありがとうございました。ではまた来週。ブル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 。